ラナクラとだけ書かれており、ここに国境線が引かれている。ラナクラは、ラダックとチベットとの間の国境地帯にあり、1820年のウィリアム・ムーア・クロフトら、この地方を訪れた旅行者もそれを確認している。19世紀後半と20世紀初頭に訪れた何人かの旅行者は、インドとチベットの間の伝統的な国境は、ラナクラにあり、それは、 双方の国に受け入れられていたと述べている。ラナクラまでのチャンチェンも警告地域については、カシミール政府の記録が大量に残っている。採入記録、1908年のラダック、入植報告書、いくつかの調査団の報告書、1951年のジャンム・カシミール狩猟保護法のほか、チャンチェンも警告の貿易ルート、休憩書、 倉庫の建設と維持に関するカシミールの文書がある。これらの文書ではすべてラナクラまでの渓谷地域全体をラダックの一部と位置づけていた。ラダックにおける中国が主張する国境線中国の地図でも1951年まではラナクラを国境としていた。1956年、中華人民共和国は初の自国領土を規定する地図を発表し、その中では ラナクラの西の根からが国境線として記されていた。1956年までラナクラにはインドの旗が立てられていた。1958年6月にインドの警備隊がチャンチェンモ渓谷に沿って峠を登った時にはラナクラの地域に中国の存在の兆候は見られなかった。翌1959年には 中国軍がチャンチェンも警告に潜入していた。1959年10月、インド国境警備隊がコンカラ付近に駐屯地を設けようとしていたところ、中国軍の待ち伏せを受けて銃撃戦となり、何人かのインド兵が死亡し、一部が捕虜にされた。ラリー・ウォーツェルやアレン・エス・ホワイティングなど西洋の一部の学者はコンカラが、 チベットの伝統的な境界線であるという中国の主張を支持している。しかし他の多くの学者は中国の主張の矛盾を指摘している。ありがとうございます。